勝山市立世紀西小学校は、福井県勝山市昭和町に所在する公立小学校。2014年からユネスコスクール加盟校。勝山市内の他の公立小学校と同様に持続可能な開発のための教育に注力している。児童は卒業後、勝山市立勝山中部中学校へ進学する。ユネスコスクール加盟後には ESD 教育に注力している。 2020年にはホタルが生息する浄土寺川を調査地とし、環境指標生物を用いた水質調査を行った。また同年には福井県内の IT 企業ナチュラルスタイルと連携し、必修化されたプログラミング教育に対応するために点滅信号を作成するプログラムを使って出前講座が開講された。地域とのつながりという点では、正規日小学校は、 情報の受信者側にも発信者側にも回っている。2018年には、勝山地区町づくり協議会が作成した、城下町と現在の地図を重ねた、クリアファイルが配布され、児童が過去の町並みを確認しながら、現在の市街地を探索した。一方で2016年には、勝山市の歴史、自然、グルメなどを盛り込んだ観光パンフレットを6年生が作成し、 福井県立恐竜博物館で配布した。2011年9月30日には、中日新聞などが開催する児童、生徒が育てた花壇を評価する、フラワーブラボーコンクールの秋花壇審査にて、正規日小学校の花壇が大賞を受賞した。ありがとうございます。